株式会社クオラスは、富士サイケグループの広告代理店である、2007年10月1日設立。市場の変化に対応するとともに、経営の効率化や新たな広告事業への進出などを図ることを目的として、富士サイケグループの広告代理店4社、富士山系アドワークティーコムコーポレーションの3社と、富士山系グループと扶養グループ6社の共同出資による、 富士アドシステムがビッグショットを存続会社として合併し、称号を変更してクオラスが設立された。業務としてはこれまでの4社が行ってきた広告代理店業務、出版業務、マネジメント業務、番組制作業務などを引き継いだ。なお、合併時点ではそれまでの4社の旧オフィスで業務を行っていたが2007年12月には本社を 東京都品川区大崎2丁目のセンクパークに移転統合した。前身のビッグショット時代から映画、アニメなどエンターテインメント産業を中心に制作参加している。アニメではフジテレビ系列以外のテレビ、東京や読売テレビ、TBS テレビや毎日放送、独立局のシニアアニメ制作にも参加している。また近年は日本企業の海外での PR、 宣伝活動はもちろん政府が推進しているクールジャパン政策の元コンテンツの海外展開支援プロジェクトへの参画や国際イベントに参画して観光誘致を推進するなど海外での事業にも積極的に取り組んでいる2014年10月1日共同広出つを吸収合併ありがとうございます